井上のその一歩を示すゴングが鳴り響きました。赤いグローブ、ミニマム級ナショナルチャンピオン、ビンソン・オマヤオです。大きく右に開きます。大注目の中で迎えたこのデビュー戦です。ヤンジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を向けてしまう。いや、八重樫さん、これが重いパンチ。そうですね、そうですね、非常に目もいいですね。右のフック、よろめいたオマヤオ。お父さんで常に井上終わらないんですね。そうですね、右のショットカウンター、まあ、手数もありますし、ちょっとオマヤオのどう手を出していいのかは最高ですか。そうですね、最高ですね、はい。ここはなんか今こうずれるのがよくわかるんですけども、はい、右肩が左追い込んでいきます。左のショットカウンター、距離の取り方もうまいですね、はい、自分の距離で戦ってますね。左のジャブを突きます。井上が左にアッパー、もう一度左です。ここも失敗は二度と味わいたくない、そういった中で逸材ですね、これは。そうですね、エミアッパー、いや、すばらしいな攻撃を持っています。ミラパが左ボディ、今度は左ボディできないというのは、そのどうしてもバランスが崩れて、異例の8回戦でのデビューとなっているこの井上、第3ラウンド、ね、そうですね、おっと右を当ててきました、当てるということなんですよね。そうですね、やっぱり僕らみたいなプロの選手だけも素晴らしいですね、はい、左ボディ激震。自分が世界チャンピオンになるのはもう家族全員の夢なんだと、